外務委員長木内実君。ただいま議題となりました在日米軍駐留経費負担に係る特別協定につきまして、外務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。本協定は本年1月7日に東京において署名されたもので、在日米軍駐留経費の我が国による負担を図り、我が国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、経費の分担について定める日米地位協定第24条について新たな特別の措置を講じようとするものであります。その主な内容は、我が国は令和4年から令和8年までの会計年度において合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する一定の給与等の全部または一部、合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等の料金または代金の全部または一部、米国が施設区域内に設置される訓練資機材等を調達するための経費の全部または一部、および我が国の要請に基づき合衆国軍隊の訓練場所が日本国内または米国の施政下の領域、もしくは米国の領域に変更される場合に必要となる追加的経費の全部または一部を負担すること等であります。なお本協定は令和9年3月31日まで効力を有することとなっております。本件は去る3月1日本会議において趣旨の説明及び質疑が行われた後、外務委員会に付託されました。本委員会におきましては4日林外務大臣から趣旨の説明を聴取し、9日及び11日に質疑を行い、討論の後採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。日程第3、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告